公式サイトをご覧の皆さん、早乙女太一です。もう嬉しかったです。はい、またもうもしかしたら呼ばれないかなとか思ってたので、はい、また刺さっていただけて嬉しかったですね。いやー、まあ初めて出させてもらって2回目で、今回が3回目になるんですけど、やっぱり楽しさというよりは自分の憧れている舞台だったり、やっぱすごい人たちと同じ板の上に上がるっていうことの緊張の方が大きかったので、まあすごく嬉しいことなんですけど、でもすごい毎回毎回緊張の方が大きかったですね。なので今回は少しちょっとだけでも楽しめたらいいなと思ってるんですけど、やっぱり一番に戦いが多いなっていうのが印象にありましたね。はい、ずっと戦っているようなイメージがあったんで、はい、また早乙女さんの殺陣がいっぱい見られると思って皆さん楽しみにしていると思うんですけど、はい、頑張ります。大変ですね、やるのは。そうですねいやもう姉さんっていうか、なんかすごい頼れるというかわからないイメージですけど、はい、すごく強そうな人ですね。はい、もうなんか独特の人なんだろうなっていう、はい、イメージですけど、はい、松山さんはなんか太一さんに委ねるみたいなことをおっしゃってました。あ、本当ですか。いやいや楽しみですね。また新たな役で、参加できることになりまして、精一杯頑張りますので、見てください。よろしくお願いします。青のラン。